はい、今日のお昼も、パスタです。で、今日簡単にですね、シラスのペペロンチーノ作っていきたいと思いますけども、これ多いかな。まあいいや。はい、パスタ入れておきます。で、シラスのパスタって多分あれですよ。2種類代表的なものはですね、ペペロンチーノ。いつものね、このニンニクと唐辛子とオイルでペペロンチーノで、そこでシラスのペペロンチーノっていうのがあるんですけど、もう一つね、火を使わない、もうパスタ茹でるだけで、それを醤油マヨネーズで和えるだけというね、それも美味しいと思うんですけども、今日両方食べたくなったので両方混ぜちゃいますということで、今パスタを入れて、で今日そのしらすと、まあ、しそも入れましょう。しそもでにんにくと唐辛子で、これをまあパスタがだいぶ時間かかりますけど、今日割と早めに作ります。じゃあ準備をしておきますけども、いつものように、ね、最近もすっかり慣れてきましたけども、この芯、どれが芯だ、芯っぽいもの、あ、違うわ、今日は違うよ、今日は割ともう、あ、大きめに切ればよかった、いいや、今日はもう入れちゃいます、この刻んで。本当はもう薄切りの結構大きめのニンニクで入れたかったんですけども、入れよう、ニンニク2個入れにしましょう。最近ニンニクの消費量が半端ないですけども、これをいつもは潰すんですけども、潰さないでもう目も入れちゃって、こんな感じでスライスします。スライスでこれも食べる。で、しそは後で、あれ、マヨネーズ、マヨネーズと醤油を、これね、醤油マヨネーズとこれあれなんですよ、私そのドレッシングっていう存在がまだね、庶民にこうなかったことですね、あんまりなかった、僕は食べたことなかった。マヨネーズに醤油かけてよくサラダで食べてましたね。うちの田舎は畑から、夏は畑からキュウリとかトマトとか勝手に持ってきて、で醤油マヨネーズで食べると、でとんでもない量を確か食べてた気がします。自分の子供の頃はトマトなんかも一日何個も食ってた気がしますね。もうおやつ代わり、おやつ代わりだし、お昼代わりに海にねトマトとキュウリ持ってたりしますけど、あと、はい、じゃああと1分ぐらいなので、間に合う。どう考えてもニンニク多いですね。まあいいや。今日はニンニクが大きいので、いつもよりも焦げないように気をつけて、
これごと使いますね。あ、今日あれだ、手は洗えないんだ、ここにカメラだから。あと流しも使えないんだけど、まあいいや。はい、あと30秒ぐらいですかね。はい、でこれ大体、あ、いい香りがしてきました。あとこの、はい、ではここに出しましょう。入れちゃいます。バター入れもう火止めますね。火は止めて、余熱で和えるって感じですかね。もうちょい。はい、やっぱり多かったですね。いつになったら学習するのかというか、多分昔はこのぐらい食えてたのが最近は食えなくなったってことだと思うんですけども、そこに気づけよっていうですよね。増える気がしてるんですね。俺まだまだまだいけるんじゃねと思って。でここにそう。お、いいじゃん。一つ出すといい感じ。この丸っこいのも嫌ですけど、はい、こんな感じ でまた残りのサラダに、これなんですよ、マヨネーズと醤油をかけて。ということで今日は一人で、しらすの、ペペロンチーノバターマヨネーズ醤油あえ、それでしらすジョロして、ね、でこのマヨネーズ醤油サラダ、これでね、もちろん、はい、これで今日のお昼です。